俺のパーティーが強すぎる。今回のパーティーのコンセプトはオールマイティラボで紹介された動物をモチーフにしたポケモンを使っていこうと思います。1匹目は奇跡のアホダチョウです。脳に一本の芝もなく足が速いのが特徴で、5キロ先も見通す視力があることから、特性はお見通し、技は2つだけになっています。専用技のルミナコリジョン、パッチリとしたつぶらな瞳、戦う気はあるのでしょうか。2匹目はイカれた鳥ペリカンです。何でも飲み込もうとするいかつい食欲を表現しようとした結果、蓄えて暴風をするだけの面白みのない化け物が誕生しました。3匹目は我らが霊長類の誇りパタスマンキーです。パタスマンキーは素早さ70速で走る最速の足を持っており、これはあの伝説のポケモンフーパやボルゲニオン、レーティングでは薬剤ポケモンの筆頭、あのチオンジェンに匹敵するスピードを持ち合わせています。しかしそんなパタスマンキーにも致命的な弱点が存在します。それは種族値が低すぎることです。パタスマンキーは種族値が305、 HP が40しかなく、対面して戦うことのできる相手が存在しません。特技の素早さもレーティングではあまりにも遅すぎます。その結果、気合のたすきで一撃耐えて怒りの壺を発動してインファイトをするかわいそうな猿が誕生しました。ついでに仲間を守る誇り高い一面から命がけを上からぶち込む、文字通り命がけの作戦も採用しています。では実戦の対戦に移ります。さあ一戦目対戦よろしくお願いします。さあどうしよっかね。相手のパーティーかなり強そうですねこれ。なんか戦闘力えぐくないか。こっち上3匹に下はブラフの小鳥隊ですので、ネザネの卵ひよこ、ここなんでね、まあ、とりあえず順番はペリカンダチョウサルの順番でいきます。上3匹しか選べんからな。そして俺の可愛いトレーナーカード、改めて体勢よろしくお願いします。先発はでかいクマですな。こっちはペリカンだ。雨を降らしていくと。さあスタート。とりあえず暴風でしょう。まあこれしかないしね、正直蓄えたところでどうしようもないから。さてこれで不正発動か、禁じ手の先生の爪が発動、暴風決まっていく。炸裂しましたけど結構入るな、ダメージ。勝ってよく耐えるなこれ、耐えると思ってなかったわ。まあ、もう一発暴風でしょう。とりあえず暴風でいこう。上は取っている。先生の爪いらなかったのか。さてペリカンが環境破壊を破壊しましたね。なんだこれは。一体どうなってるんだ。さあ出上がりましたね海流。悩みどころだがここはペリカンを切ります。まあ、残してもいらないからね。いやー新速採用か。お疲れペリカン。まあ、丸付け壊さないと話にならないので、霊長類の覇者に犠牲になってもらいましょうか。まあ、誇りですね。パタスモンキー現着しました。さあ、迷わずインファイト。相手はテラスタル。モンキー相手に。まあ、霊パン警戒があるのか。こっち終わってるけどね、火力。電気。いけ、サル。だいぶいくな。おいおい入りすぎだろこれ。マルチスケールじゃないにしてもこれ、しかも特殊型、めっちゃ痛そうやな。しかしタスキで耐えていくと。しかしマンキー対海流、これ正気の沙汰ではない対面だなこれ。あえた神速、これで終わりですね。お疲れパタスモンキー、いなマンキー。こちらは最後に切り札、真打ちの登場。ダチョウ出陣。このダチョウはね、テラスタル鋼なんですよ。まあ、神速見てるけどね、ルミコリで。上は取っている、最高。海流撃破と。なんか勝てそうじゃね、普通に。これ1戦目なんだけどな。1回も勝てそうませんでしたとか、するつもりあったのに。なんかどうする、これラストシーダじゃ普通に。あーちょっと待って、これはこれ勝てるんじゃない。とりあえずテラスタルはしよう、弱点疲れるからね。まあね、相手もタスキとかあるからねこれ。さあ鋼テラスタル、
なぜかは知らんけどね。痩せたかね。鋼の太刀を降臨しました。上からルミナコリジョン。ちょっと待ってくれよ、これ。おいおいおい。一戦目から勝っちまうの、これ。マジで本当に強いのこのバーディー。またです。対戦ありがとうございました。さあ、対戦相手見つかりました。シュウさん、対戦よろしくお願いします。さあ、相手のパーティーが、ウォーグル、サザンドラ、ママンボウ、あとは、あいつ忘れた、シャンテラ、ハコモリか。まあ、こっちはね、さっきも同じように順番決めるだけなんで、アホ、トリ、モンキー、どうするか。まあ、先制、ペリカン、サルの、アホでいいんじゃねえかな。多分、これしかないでしょう。さあ、相手も早いな。そして、俺の美しいトレーナーカード。相手もまあまあだね。改めて対戦よろしくお願いします。先発、ハコモリ。何してくるかわかんないね、これ。こちらペリッパー。いや、相手虫草ポケモンだから若干の出し勝ちかな。で、雨フラッシュ発動。まあ暴風しかないんですけどね、こっちはとりあえずオフスだけなんで。さあ、先制の爪という不正がまた発動していく。これは大いなる風がハーコモリを襲っていきますが、これ助けかな。耐久なさそうだもんな、あいつ。さて、 S は混乱は引けず飛びつく。素早さが下げられるけど、まああんま関係ないかな。ネバネバネット起点作りか。多分好きなんだろうな、ハーコモリ。ボフ、よし、まずは1匹目を突破。ほぼ無償ですね。次何来るかな。相手サザンドラか。いや、中ポケの中の中ポケですね。600族。いや、こっちの裏、そうだな、マンキーのインファイトを、いや、パタスマンキーのインファイトを決めれば、サザンはワンチャン突破できるね。ここ、暴風で突っ張ろうと思ったら、テラスタル。何テラスタルかな、これ。イカズチ。なるほど。イカズチなんて言い方しましたけど、テラス電気ですね。テラスタル電気。テラバか。これは耐えないだろうな。耐えられるはずないからね。ここでイカれた鳥リタイアです。ありがとうございました。さあ、作戦通り行くならば、ここはパタスマンキーなんですけど、相手テラスしてるんですよね。テラスしちゃってるからどうしよう。とりあえず頼むわ。期待を込めて、まずはネバネバネットに引っかかっていくパタスマンキー様。期待の足なくなってしまいました。ここでもね、相手の方が早いから命がけ押す意味ないんで、もうインファイトで突っ込みましょう。相手考えてるな。テラバースト、まあ、突っ込むしかないよね。さあ、相手の自慢のテラバーストが決まって、満期は1耐えると。怒りのツボ来い、怒りのツボ来い。怒りのツボさえ来ればワンチャン。発動しないね。インファイト結構入るよね。いや、マンキーってなかなかバカにできない力あるよな。結構これ皆さんどうですか、あのレートで使ってみてください。タスキマンキーね、タスキパタスマンキー使ってみてね。これでマンキーの仕事は終わりですね。まあ、と言ってもサザンドラ残しのサザンドラ対奇跡のアホ、相手が奇跡のアホじゃなければこちらはもう勝ち目はないでしょう、正直。雨が上がっていく。さあ、いきますか。この子ね、この技構成でどうしろってんだ。いけ、頑張れ、頑張って、レッツゴー、ダチョウ様。奇跡のアホです。いや、しかし、S105 族という高速の足が素早さ下がっちゃうんですよね。さあ、お見通しで敵は達人の帯。ルミナコリジョンでしょう、ここは。トンボ返りよ。それはナメプなんじゃないの、ちょっと。それだいぶ舐めてるな。かなり舐められてるぞ、これ。悪の波動で一撃なんですけどね、こっち多分。トンボ返り。相手はコジョンド。さて、こっちのルミナコリジョン、相手が助けないので、一撃。ワンチャンこれ。いや、待って、相手が。いや、こっちのダチョウはですね、鋼の鳥なんですよ。相手がワンチャンダチョウプレイをして、ダチョウプレイをしてトンボ返り打ってきたら、俺の鋼テラスが出てルミコロで勝ち。頼むぞダチョウ。
いや、鋼テラスは読まれないはず。飛びます。飛翔せよ。見てください、頭に斧がついた姿。何の意味もありません。テラバーストもありません。しかしトンボ返りは半減抜けられる。トンボ来い。よしよし、耐えろ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 。相手ダチョウかこれ。おい、ダチョウさんですか。いや、マジかよ。絶対負けると思ったよこれ。勝てるのね。いや、勝ってるんだけど普通に。対戦ありがとうございました。ダチョウトフェですいませんでした。よし、ご視聴ありがとうございました。その後10戦ほど戦った結果、5勝5敗という結果で終了しました。俺のパーティーが強すぎる。しかし弱すぎる。というのも答えが出ませんでした。何これ。なので皆さんもぜひ使ってみてください。何？では私はこの辺で。ありがとうございました。